で遊ばなくなってくるよね。何してんの土日。あ、でもこの話振るとまたデートがどうこうとか、わけわかんねえ奴らが朝から繁殖するから振るんじゃなかったが、ちょっと振っとこうか。寒くな、どこ行くのねえ。ホテルに行く。それ普通だな。それ出張だな。土日か。旅行割使う。どこ行くのさ、旅行。誰とだ友達と温泉行くのはもう、そういうの好きよ。友達とラーメンに行くとかね。ディズニー行くか。そっか、東京はまだ、そこまで寒くないか。北海道は今、ディズニー行く気温ではすでにない。もう朝、外出て、ゴミ捨てに行ったけど、やばかった。13度だな。体感気温13度。彼氏とホテル行く。ああ、そうっすか。ああ、よかったじゃないですか。おお、どうぞどうぞ、お幸せに。お幸せに、お幸せに。そうですか、そうですか。未読無視されてるから予定決めらんない。そういうのを求めてんだよね。そう、わかる。僕もよく未読無視されるから。あ、こいつ、絶対に、ホーム画面に出てきた僕の一行ポップだけで、こいつには返信しなくていいなってことで、未読にしてんなってわかる。そういうのを求めてんだよね。彼氏とホテルに行くんべさみたいなね、どうでもいいゴミみたいなコメントは求めてないんですよ。悲しくなるだけだから。